服にシワを寄せる練習はどうすればいいのか、実物を見ましょう。実物がなかったらそこら辺にティッシュ、あのフィギュアにティッシュで服着せて写真撮ってよくやりますよ。透明感あるイラストを描く上で、ちょっと待ってて、さっきの絵をもう一回出すか。これのさ、ここの部分とか、これこうやって肌の部分に肌色を置いてるんですよ。で、黒の水着のところに黒を置いてるんですよ結局のところ、あ、ほらこことかさ、肌色透けさせてる、指の形に透けさせてるね、これ。結局そう透けさせれば透けるんですよ。ほら、こうやって肌色も乗っけてさ、背景にこれ合わせて、背景の緑に合わせて緑にしたりとか、ここ緑だけどここは赤いとか。あ、ほら、もうめっちゃこれ指描いてるじゃん、髪の毛にはい、そういうね、そういうことができますね表情いっぱいあるんだ、もうね、全部見てほしいからじゃあまずは、まあ、テレですね、まずはテレですね。じゃあ、で、お次が泣き顔です泣き顔です、はい、というわけで、で、もう一つが、あ、こいつはね、フォールガイズで負けた時に使います。こいつはフォールガイズで負けた時に使って、こいつは使い道がありません私お酒飲まないんでね、ほろ酔いとかにも使えないんですよ。で、もう一つ、怒れます、プン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 。あ、あいつこおろそ、あ、あ、待って、あ、あ、ごめん、なんでもない。もう一つ、有金全部溶かした顔で、ね、こちら表情を混ぜることもできます。ね、おすすめはこれね、これかわいいね、で、まあ全部足しちゃいますね、にやかん、あそこまで、ちょっと待って、はい、あそこまで病んでない星座なんです。自分も星座だし、好きなものも星座だし。